はい、皆さんこんばんは。こんばんは。夢高 TV の時間です。今日はですね、ちょっと腰について、腰痛についてね、ちょっと考えてみたいと思うんですけども、どうですか、最近腰痛の患者さんって結構多いですか？結構多いです。多いですね。まあ、どんな治療をしてますか、腰痛の患者さんには。腰痛の患者さんには、骨盤矯正をして、はい、その周囲の筋肉に対して柔らかくなるようなアプローチをしています。そうですね。まあ、夢高接骨院のやり方だとね、骨盤矯正を中心にやると、それだけでも結構ね、腰の周りの筋肉が柔らかくなったりするんですけども、それでね、取りきれないところは、他の方法でね、取っていくということをしてますよね。で、結構運転長いですよね、移動距離がね。結構遠くから通ってもらったりとか、また金沢院とかね、行ってるわけですけども、そうするとかなりね、腰に負担かかると思います。でこれちょっと見てもらうと骨盤とこういうね作りなんですけども、そもそもねこういう四足歩行だった時ってこの骨盤ってガシッとこうはまってると思いませんか？なんでかな、こっちからこう来たとしてもこっちからこうどういうかな、足がこうあるんでしょ。そうすると骨盤がちゃんとこう安定する感じなんですよね、作りが。だけどこれがこう立ってしまうとどうなるかというと、この作りから言うとですよ、この真ん中の骨仙骨って言いますけども、これがドーンとこう下にこうこういう力がかかっちゃうというかね、全くこう骨盤が不安定な状態になりやすいと。でましてやこの状態でずっと座ってるわけですもんね、ずっとこうやって。そうですね。ってことはこれを支えるのは何ですか？これを支えるのはやっぱり腰の周りの筋肉だと思います。そうですね、靭帯もしくはやっぱ筋肉。ってことはやっぱ筋肉が疲労を起こしますよね、はい、ってことは筋肉が疲労を起こすということは筋肉が硬くなる。硬くなる。で硬くなった筋肉は要は痛みの原因ということになってきますよね。ですからね、その筋肉を柔らかくして、この骨盤を整えていくってことがね、一番腰痛、腰の痛みを取るには一番いい方法なのかなと思いますね。ですからね、ずっと座りっぱなしっていうのは結構きついですね。きついです。どうしたらいいでしょうか？やっぱり常に腰の周りの筋肉を柔らかくすることを心がける。そうですね、ずっと同じ格好でいるっていうのは辛いですんで、なるべくね、よく頻繁に動く、運転でもね、1時間に一遍は休憩できればいいですね、本当はね、はい。とか寝るときもね、この状態だとやっぱ結構これもさっき言ったように骨盤が不安定なんですね。このままどうですか、ね、ちょっと持っててくださいね。このまま真ん中の骨がこう上にこう上がるような感じになりますから、なので横で寝てるとなんか楽そうじゃないですか、ね、負担がかからない、こんな感じで寝られるのが一番いいのかなと、痛いときは横向きでね寝られるのがいいのかなと思います。はい、ということでね、本当腰痛、今の時期ね、これから寒くなると結構ね、増えますのでね、皆さん気をつけてお過ごしください。ということで、夢高 TV でした。よろしいですか？はい。はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。